今日だけは赤い夜来ないといいですね。そうだな。でも本当にいいんですか、ご一緒しちゃって。いいんだよ、サイコの給料はみんなの給料なんだから。ひどい。でもせっかくだからごちそうになっちゃいます。お、食え食え、食い尽くせ。焼肉なんて久しぶりだな。おいサイコ、行くぞ。しおりさん、君は何者だ。黒騎士の仲間か。もう十分ですね。あなたを試させてもらいました。あなたは順調に、いいえ、驚異的な成長を遂げています。私たちの希望を託す者として。希望？貴様らの絆、ズタズタに引き裂いてくれるわ。一体どこへ行ったんだ、ユキコは。世話の焼ける。あの時、インビリアは自爆覚悟で特攻してきた。小遣い。消えた。我が滅びの力か。なぜ。敵は死に物狂いで私たちの命を狙っている。今こそ結束力が試される時。チームワークの乱れは即死につながる。火事？ユキコ？ユキコ！美鈴先輩！探したぞ！どこへ行っていたんだ？その姿は何かあったのか？力に目覚めた。その力で悪魔を倒してください。悪魔を倒せ。悪魔を目覚めさせたのはあなた。そして悪魔を倒せるのもあなただけ。何言ってるんだよしおりさん。俺が倒すって迂闊でした。この屋敷はすでに。
なんだ来ます、彼らが。お前はスペルビア、アイオンの目の主。赤い夜じゃない。なのになぜ。命を削れば我々も二つの世界を行き来できる、それだけのこと。先生が殺された。はい。バカな、そんなこと信じられない。残念ですが事実です。なぜだ。赤い夜でもないのにどうしてスペルビアが。先輩、今は現実を受け止め速やかに事態を収拾すべきです。高久先輩は怒りと悲しみのあまり自分を見失ってます。一刻も早くスペルビアを倒して高久を止めなくて。草壁の娘は不在か。何。ならば呼び寄せるまでのこと。これはスペルビア、私の家に。間違いない、この強大な木。じゃあ高久先輩は誰と戦いを。ユキコ、高久のことは君に任せる。私とククリはスペルビアを。できるか。はい、友と明日のために。戻るぞ、先に行く。何かおかしい、この胸騒ぎは何だ。美鈴先輩。来たか。柏木里博光に神奈木里長光、小娘風情が持つとは草壁流も地に落ちたな。かける、こやつは恐るべき手だれ。女性を頼む。はい。アイオンの目の主よ、貴様の相手は別に用意した。あれは俺たちが倒した黒騎士。壁一族最強の天才術者がなぜ黒騎士などに。滅びに抗うため。滅び。そして我がアワリティア様をお守りするため。戦士、瞬時に力の差を悟って退いたこと褒めてやろう。そして戦法を変えたことも。相打ち覚悟となれば私とて迂闊に手は出せぬな。この命すべて友と明日のために。なぜ存在しているの。なんという強大な木。
けない。カケルの助けは無理か。ククリはなぜ来ない。ユキコはまだ戻って来られないのか。サイコはこの力のせいで親にも捨てられた俺をサイコは今日まで育ててくれた。俺はダメな男なんだ。サイコがいなきゃまともじゃいられねえんだよ。そのサイコをてめえは。ユキコか。もうやめてください。あれは黒騎士じゃありません。幻です。そうみたいだな。けど俺はもう俺を止められねえ。親も俺自身も恐れたこの破壊衝動を、炎の悪魔の暴走を。ユキコ、俺はもうダメだ。もうすぐ俺は俺でなくなる。俺を止めろ、友と明日のために。やめて、高久先輩。お前にやられるなら俺は本望だ。無駄だ。お前の攻撃は見切っている。私ね、同じ施設で育ったの。その頃からカケル君は優しかった。いつも私のそばにいてくれて、守ってくれて。それでね、私は今のお父さんとお母さんの養女になって、カケル君は後で一人暮らしを始めて一緒の高校に入ったのよ。私とカケル君はいつも一緒なの。ずっと、これからもずっとね。私、童話の終わり方って大好き。そして二人はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。美鈴先輩は。この程度か。多少は期待もしたが、もはや草壁流の命運も尽きたと見える。一瞬でいい。一瞬の隙さえ見出せれば。
御神破敵とともに火災を覗かむことをこう神隠す戸塚のごとく炎結び火車雷雷炎羅に送らん。この一撃に我が全てを火天追射。戯れもこれまで。先輩、美鈴先輩、死ぬがいい。深く、貴様草壁の血を飲んだな。今宵はこれまでにしよう。だが友と明日のために貴様らの絆は断ち切った。何？